皆さんこんにちは。本日7月2日土曜日です。毎日暑いですね。梅雨があっという間に終わってしまって、未だかつてこんなに短い梅雨はあったでしょうか。2週間ぐらいしかなかったんじゃないかな、大河くん地方。結構梅雨入りしたのがね、普段よりも早かったイメージはありますが、1週間か2週間ぐらいしかなかった気がする。しかもその梅雨のうちも雨がねずっと降ってるっていう感じではなくて、曇りが多かった気がしますね。大河くんのお散歩には苦労しませんでした。雨が降ってても止むタイミングがあったりして、そこでタダッとささっとねお散歩行ったりできたので、苦労しませんでしたね、今回の梅雨はね。その代わり夏が早くに来ちゃってびっくりしてます。こんなに暑いのにセミが鳴いてない、違和感ありますよね。そりゃねセミだってねまだ準備できてないですよ、こんなに早く夏が来ちゃったらね。大河くん、このね暑さのせいなのか分かりませんが我が家ではメインのリビングのエアコンが壊れてしまいました。こんな暑さの中もう死んじゃうんじゃないかと思ってびっくりしましたけどね。つけたら起動はするんですけど温風しか出ないの。先日 SNS の方ではね先に報告させてもらいましたが、びっくりしました。つけたのに全然涼しくならないと思って。なので今日はいつもと違うお部屋での撮影になります。実は前回のダイエット企画のグリフィーナ、メガネミのタンパク質グリフィーナの結果報告もいつものリビングのお部屋からではなかったんです。実はお気づきでしょうか。もうねでも他にエアコンのある部屋があったから良かったものの、やっぱりリビングのメインのエアコンが壊れてるって結構不便ですね。ご飯を食べるダイニングが冷えないので、もう食事中は汗だらだらですね。大河くんもハーハーしちゃってね、大変です。そんな中でもね熱中症対策はしっかりして、大河くんは毎日恒例の水浴び、大河くんの水浴び今もやってきました。バケツに水を満パンに張って、満杯に張って、それで大河くんを足から入れるとちょうど足の太ももの血管が太い部分、熱中症の時にはそこを冷やした方がいいよって言われている足の付け根まで浸かるんですね。なのでそこまで大河くんもお水嫌いなんですけど、嫌がらないで入ってくれるので、このね水浴びを多い時は1日 3,4 回やります。今もハーハーしてたのでやってきました。なのでねちょっとここ濡れてるんですけど、大河くんのおしっこじゃないです。今水浴びをしてきたばっかりなので拭きが甘いんですね。割とねささっと拭いた後はそのまま放置、なぜならば冷やすために入れてるから。生乾きってあんまり良くないのかな、でも熱中症になっちゃうよりはいいかなと思って毎日やってます。気持ちいいんだよね大河くんね、水浴び。水浴びはそんなに嫌がらないの、まあ、手離したらそのバケツからすぐ出てきちゃうけどね。大河くんのプールみたいなものです。おうちプールみたいなものですね大河くん。ところでお話戻しますが、エアコンなんですけど、やっぱりね今人手不足みたい。業者さん、工事業者さんの人手不足でなかなか手に入るのは時間がかかりそうです。家電量販店とかでお願いしちゃうと1ヶ月半って言われたみたいで、うちはお家をね建てた時の工務店さんにもうお願いしました。そっちのつての方が早いみたいなので金額の方は割高になっちゃうのかな、ちょっとわからないんですけど、生死をかける問題なので早い方でお願いしました。なんとうちねズボラなのがバレちゃいますけど、2台実は今回注文しました。1台ね壊れてたんですよ、以前 2,3 年前に。
で、特に必要に感じられなかったからそのまま放置してたんですね。しかしエアコンって今そんな簡単に壊れちゃうんですね。1台目壊れたのはもう5年ぐらいで壊れました。で、今回のメインのエアコンも8年半かな。びっくりですね。で、業者さんに聞いたら今のエアコンの寿命は5年から10年なんだそうです。なので修理のもう見てもらいにもう来ない、修理するより買っちゃった方が安いし省エネにもなってるから電気代ランニングコストも安く抑えられるからっていうことでしたね。おい、修理見にも来ないんだと思って、温風が出てるから全く動かないんじゃね、ちょっともう話にならないような気もするけど、温風は出てるのに、だからなんかちょこっといじれば治るんじゃないかななんて思ってたんですけど、見にも来ないそうです。まあもうね、ニーニーにお任せしてます。びっくりしました。うちの昔実家で一番最初にあったエアコン、温風暖房機能はついてなくて冷房だけのクーラーと言われているエアコンなんですけど、それ20年ぐらい持ってた気がするんですよね。下手したら30年はいかないか、20年ぐらいは持ってた気がする。今の電化製品ってすぐ壊れちゃうんですね。車と一緒ですよね。たくさんの機能がついてるからその分複雑になって壊れやすいんでしょうか。でも寿命が5年10年っていうのはびっくりしましたね。20万30万するものですからね、エアコンね。ちょっと驚きです。そして2台の出費なのでなかなか厳しい夏になりそうです。早く来るといいね、大河くんね。一応ね、今ここライブとかやってるお部屋なんですけど、ここのエアコンがあってよかったね。眠い、水浴びして。人間もプールから出た後って急激に眠くなりますもんね。それと一緒かな、心地よくて涼しくて。寝寝するね、大河くんね。よかった、今日おとなしくしててくれて。この間は動き回っちゃって大変だったもんね。それでは本日の動画の本題に移りたいと思います。本日も懲りずにダイエット企画です。ダイエット企画第21弾のスタートになります。7月になりましたからね。先月までやっていた女神のタンパク質グリフィーナ、なかなかいい結果に終わりました。今回は前々回に引き続きウエスト痩せダイエット、もうちょっと力入れてやっていこうかなと思います。なので今回はウエスト痩せダイエットのためのスタート前のサイズ測定行いたいと思います。それではメジャーを用意してサイズ測ります。セッティングしました。もうね、昼間撮影してると5分撮影してるだけでスマホが熱くなっちゃって高温注意のびっくりマークが出ちゃった。びっくりしちゃった。5分でダメなんですね。なので夜になるのを待ちました。さて、早速サイズ測っていきます。ちなみに1ヶ月前の測定数値は 65.5cm でした。変わってるかな、どうかな。もうマッサージはやってないですからね、普段の筋トレだけです。やってみます。この一番細いところ、くびれてないけどね。え、伸ばすか、伸ばしてもダメだな、一緒だな。じゃん。なんと68センチ。ものすごい増えてる。2.5センチも増えてる。そうなの？ま、時間帯が、サイズ測定してる時間帯がね、いつもはお昼ご飯を食べる前に撮影してたんですが、今回は夜ご飯を食べる前なので、そういう違いかな。68センチ。何があったんだ、この1ヶ月で。
体臭体脂肪率は減ってたのに筋肉量が増えて、筋肉が増えたのかな、腹筋がついたのかな、見た目はそんなにわからないんですけど、やっぱりね、前にはそんなにお肉はないんですよ。横から徐々に徐々に後ろですね、後ろ、この腰回りの後ろ、これをなんとかしたいと思います。今回前じゃなくて、なので次回の動画ではまた今回ね、どのような方法を使って筋トレをするのか、はたまた何か道具を使って痩せさせるのか、チャレンジするのか発表したいと思います。これね、なんとかしないと、これをなんとかしないと、いくらお腹を痩せさせてもウエストは細くならないということを1ヶ月前に学びましたのでお腹はね、皆さんそんな出てないよ、ぺったんこだよって言ってくださるんですけど、そうなんですよ、自分でもそんなつまめないですもんね。前はつまめない、横に行くとだん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 つまめる、後ろはものすごいつまめるこういう状態です。なのでこちらね、次回の動画もお楽しみにお待ちください。今回今タイガくん夜のお散歩に行ってるので、ニーニーと不在です。なのでこれで終わりにしたいと思います。今回の動画も最後までご視聴いただきありがとうございました。